はい、皆さんこんにちは。ソロバン式暗算が子供の右脳を鍛えるの著者の高信吾です。今日はですね、暗算ですね、特に見取り暗算とかで、やっぱ指を動かさなくてもいいよっていうタイミングについてね、ちょっとお話をしていきたいんですけども、当然ね、ソロバン教室に入ってきた頃っていうのは、最初はソロバン式暗算と筆算っていうのは全然違うよっていう話をするんですね。筆算はもちろん学校でちゃんとやってもらいますし、だけどソロバン塾では絶対に筆算でやってはいけない。絶対に筆算でやっていけない。まあ、この間ね、ちょっとフラッシュ暗算のいろいろね、開発者である宮本先生といろいろお話をしているときに、やっぱりまだ未だにね、一桁で、計算をしてしまうところがね、ソロバン教室でもあると。一桁でやったら筆算と一緒ですからね、何も意味がない。で、それで宮本先生はフラッシュ暗算っていうのを作られて、で、それで絶対フラッシュ暗算だと、まあ、分割計算っていうのを分けて計算することができないですね。だからもうそういう意味でも、すごく本当に画期的な、まあ、発明だったなとは思いますし、まあね、フラッシュ暗算の公式ソフトも、以前僕のね、YouTube でご紹介させていただきましたけれども、本当のソロバンの凄さっていうのは、やっぱりパッと見てすぐ暗算ができるっていうところですよね。で、最初のクラスはね、きちんと最初の、もう、一番最初僕は体験の時からもうイメージ暗算って言って、まあこれもまた宮本先生のね、作られたソフトですけれども、1円なり2円なりって玉が出てくるのがあるんですね。それを使いながら、生徒に説明していきながら一緒に指を動かしてねって、暗算は親指と人差し指だけ動かせば暗算っていうのは本当にこの2本の指だけでできるようになるんだよっていうことを言いながら、ちょっとまあ大きめにね、指を動かしてもらいますね。1円なり2円なり引いては3円ではみたいな。まあこの間ね、学校連盟の講習会でね、一番最初にお話をされた林ソロバン総合学園の林純一郎先生ですね。林先生もこういうふうな最初の初歩指導はこんな感じで一緒にやるよ。1円なり引いて、2円なり引いては3円では、はい、答えはいくらですかって言ったら、ゼロじゃない。卵ですっていうね。例えば、そんないろいろやりとりをね、しながら、2円なり、10円なり、5円なり、12円では、みたいな。はい、いくつですかって、お肉美味しいみたいな、ね。29円だったらお肉美味しいみたいですね。まあ、まあ、最初のクラスは、まあね、僕のクラスもなんかいろいろ、343円だったら刺身だね、とか、まあ、いろいろね、4649円でよろしくだね、みたいな。まあ、いろいろなんかのね、数を言葉にしてね、遊びながら生徒と一緒にやったりするんですけれどもね。まあ、たまに同じね、面白い数字が出てきたりっていうことでね。まあ、そういう意味ではね、最初に読み上げ暗算とかっていう時はちゃんと指を動かしますし、でも、だんだん級が進んでくると、自分の見取り暗算のプリントになったら、まあ、アバカスサーキット F2 っていう問題集がありますけれども、うちのアバカスサーキットの使い方としては、以前このチャンネルでもお話ししているんですが、F2 は全て暗算なんですね、見取り算は。別に間違えてもいいから、とにかく指はちゃんと動かしてないと。まあ、もちろんその前段階としてね、前の段階としてね、こういう早く上達する見取り暗算問題集っていうのを、一桁の足し算がね、もうある程度完璧になってきたら、もう暗算の方には入ってしまいます。まあ、これはもう足し算しかないのでね、もう見取り暗算の方やるんですけども、しっかり指を動かして答えを書く。まあ、当然答えを書くのは右からですね。最近のそのファストっていう、宮本優智弘先生が作られた、検定問題とか大会の問題があるんですけれども、それも右からやった方が計算がもう早くできるということがもうすでに証明されてます。右利きの人ですよ。左利きはちょっと違うので、左から書いてみますけどね。書きながら次の問題が見えるということですね。だから基本的には見取り暗算は右からやっていくと。まあ、同じレベルの問題の時っていうのが、まあ、ちょっと、まあ、基本的な話にはなってくるんですけども。じゃあ、指を動かさなくていいタイミングはって言うと、これ早くね、結論出せよって思ってますけれども、僕はですね、F1 で2桁7口、F1 に入って、まあ、F2 って、アバカスサクトの F2 で150点取れると、アバカスサクトの F1 っていうレベルに上がることができますが、まあ、F1 は、暗算3級合格ぐらいから10代の生徒がみんな練習できるプリントではありますけれども、F1 のその1列目の2桁7口がほぼ、まあ、指を動かしてほとんど間違えなくなったら、じゃあ今度は鉛筆ただ持ったまんま、ひたすら答え書いていく。とにかく鉛筆を持ってこうやって握り返すという作業が、やっぱりだんだん大会に出始めると、この回、計算して握り返す、計算して握り返すっていうのが、やっぱりこの時間がやっぱり無駄といえば無駄ですよね。だからなるべく無駄な動きをなくしていくっていうのが、やっぱりこのスピードを高めていく。当然ね、まあ、無駄な、動きっていうのは当然書き間違いをなくしてとかっていうところもね、いろいろあったりはするんですけれども、でもね、一時期やっぱり8月9月でね、ある大会でうちの生徒がちょっとスランプになってしまった子がいたんですね。ずっと指を重ねて、ずっとやってても F1 もね、黒文鎮とか持っているんですけれども、まあ、小学生の子で、ね。だけど全然見取り暗算遅いし、全然合わなくなっちゃった時に、逆にもう一回そういう時には指をしっかり動かしてやると、またイメージが高まったりとか、まあ、これはソロバン式暗算が子供の動きているのは本にも書いてある通り、もう一回ソロバンで弾いてみるとかね。イメージを固めていくっていうことは、やっぱり時々ね、スランプになった時とか、調子が悪くなった時には、やった方がいいかなっていうこともありますから、まあ、基本的にはね、うちのソロバン教室では大体ですよ。
大体あの F1 の、1列目、2桁7口が、指を動かしてしっかり、あのもうほぼ間違いなくなったら、暗算で、1列目からまず暗算でやってみると。暗算でというのは指を動かさないで、このまま鉛筆を普通に握る形でですね、こうやって答え書いていくってことですね。鉛筆を握らない。ちょっと今鉛筆がないですね。ちょっとここに、よいしょ、マッキーがあるので。まあ、だから普通はこうやってやりながらこうやって書いたりしますよね。まあ、なんでマッキーなのか、手元には鉛筆用意してくれるのか。だけどこうやってあのそのまま書きっぱなし、目はどんどん先ですね。で、最初はね、数字が乱れてもいいので書きながら次の問題をやっぱり見ていくと、書きながら次の計算をするですかね。正しい言い方だとね。書きながら次の問題を見るっていうことで意識をしてしまいすぎると、またあの、計算が乱れる。書きながら次の計算をするっていうのが、最近はね、あの、金本先生が講習会でおそらく言われていたことだなと思っているので、まあね、うちのそろばん教室の、指導法はまあ、ほぼ金本先生に教わったっていうところが正しいところもあるんですけどね。まあ自分がね、あの、講習会の講師で今年3回、教壇に立たせてもらって、でも一方であの、やっぱり自分もやっぱり受けながら、まあ、今度12月にもまた金本先生と、大関先生とね、二人の講習会を受けてきますけれども、それをまたね、生徒の皆さんにね、いろんな方法があったらいろんなことを、どんどんあの自分のね、あの、経験をね、経験じゃない、知識をね、もっともっとあの、ブラッシュアップしてね、皆さんにいい授業が展開できればなと思います。だから、今はね、こうやって僕今二桁七口のところが終わったら、こういうふうに書いていくだけだよって言ってますけど、実際その講習会とか、それから時代を追うにつれて、また新しい発見をしたら、多分やり方僕は多分変わると思いますね。これがだからでもやり方を変えるっていうのは、それ悪いことではなくて、新しい方法を発見して、そっちの方がいいと思ったらそっちでやればいいだけの話です。ね。なので、まあね、日々改善ということで、これからも、授業をしていきたいと思います。はい、それでは皆さんね、まあ、引き続きこんな話をしていきますので、ぜひチャンネル登録などしていただけると嬉しく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、良い一日をお過ごしください。皆さん、さようなら。